にもこんなことあったよね。ほら、二人がアーサーを捕まえようとして。引き上げる役はいつもスザク君だね。兄さん、気をつけて。そっちにジェレミアが向かっている。教団の資格なんだ。僕のギアスが効かなかった。うん、僕らが行くまで無茶はしないで。私との約束が先でしょ。焼き餅焼いてくれた。ありがとう、ルル。さあ行きましょう、スザク君。私はルルが好き。スザク君は嫌い？今は？変だと思ったんだ。前はあんなに仲が良かったのに。喧嘩でもしたの？
許せないことなんてないよ。それはきっとスザク君が許さないだけ。許したくないの。私はもうとっくに許したわ。アリーさん、どうしてここに？答えて、ロロ。あなたはルルが好き？今はそんなこと言ってる場合じゃ。私はルルが好き。あなたはどう？
きだよ。たった一人の兄さんだもの。あなたは味方なのね、ルルノ。お願い、私も仲間に入れて。私もルルを守りたいの。取り戻してあげたいの、ルルの幸せを。その言い方、今の兄さんは幸せじゃないっていうの？当たり前でしょ。ルルは戦ってる。だったら戦う必要なんてないもの。戦ってないと幸せじゃない人間だっているんだよ。何を言ってるの、ロロ。戦うのは幸せを取り戻すため。戦うことが幸せなんておかしいよ。そんなのは常日頃から暖かい日の当たる場所で生きてきた人間の考え。僕みたいに暗闇で生きてきた人間の気持ちなんて分かりはしない。暗闇で生きてきた。だからルルに光を見出して。やめろ。あなたなんかに見透かされたくない。僕の気持ちは僕だけのものだ。ルルのことが好きなんでしょ。その気持ちは本物なんでしょ。だったらルルのために。そうは言ったって、兄さんもこっち側の人間だ。シャーリーさんは知らないだろうけど。知ってるよ、ルルがゼロだってこと。私のお父さんを殺したのがルルだってこと。それでも私はルルのために戦いたい。だって私はルルが好きだから。もういいよ。僕たちは住む世界が違う。あなたは僕や兄さんの生きる世界では生きられない。うるさい、うるさい。あなたはギアスを使わずに殺してあげる。苦しみながら死ぬんだね。兄さん、ごめん。
僕は兄さんを撃つつもりじゃ。僕は兄さんを守ろうとして。分かったよ、兄さん。僕はシャーリーに従う。様と呼んだ。もしルルのことが好きな人なら、今は私に協力してくれませんか。事情は必ず後で話します。
分の中にもう一人の自分がいるような感覚が大きくなってきた。今は少し落ち着いてる。アルが観測をやめて戻ってきてくれたからかな。私が原因だと思う。実はみんなに話してなかったことがあるんだ。私ね、このフィンブルの冬に来た時に2つの記憶があったの。池袋ビルで撃たれて死んじゃった記憶と、そうじゃない記憶。私は記憶がぐちゃぐちゃになっていたから、その影響だと思ってた。最初はそれが原因かと思った。でも違った。私には別の可能性をたどった記憶があった。私がその特異存在ってやつなんだろうね。アルが観測していない世界の記憶があったりするんだもん。ねえ、アル。ルルが死んじゃった後、もう一人の私はどうしたいか言ってた？そっか。なら、最後まで観測してくれないかな？そうだね、ルル。ひょっとしたらもっとひどくなるかもしれない。最悪の場合、私の存在が消えちゃうかもしれない。でも知りたいの。今私の中には二人の私がいる。いつもの私と別の私。でもね、この
の別の私が何をしたいのか、どう思っているのか、私自身でもわからないの。それはきっと、もう一人の私の物語が途中だから。だから、私はもう一人の私が、どんな風に考え、答えを出すのかを知りたい。だってね、私は私だから。どんな道を歩んだとしても、私は私。だから、私はもう一人の私を信じたいの。ここが日本の人たちが暮らす蓬莱島。うん、黒の騎士団の本拠地でもあるんだ。ブリタニア人って嫌われてるんですね。そうですよね。そんな人たちの中でルルは正体を隠して一人で戦っていたの。あなたが C2 さんなんですね。本当です。ルルはもう、処理を行い、誰にも見つからない場所に安置しました。Thank you.
います。ルルの果たせなかった約束を果たすためです。ルルは私を守って命を落としました。だから私にはルルの果たせなかったことをなす義務があるんです。ここに来るまでの数日間、ルルが残した資料を読んだり、ジェレミアさんやロロから聞いて、ルルが何をして、何をなそうとしたかを調べました。その中に、C2 さん、あなたのことも綴られていました。ギアスをくれたこと、何度も危機から救ってくれたこと、本当の記憶を取り戻してくれたこと、そしてその代わりに果たすべき約束があること、ええ、綴っている言葉はシンプルなものでしたが、ルルがあなたのことを気にかけていることが読み取れました。だから、でも、C2さん、もちろん。それなら会いません。ルルが望んだのは、ナナちゃんやみんなが安心して暮らせる世界です。私のわがままで世界を犠牲にしちゃったら、そんなの意味がないですから。ナナちゃんが安心して暮らせる世界を作ること、まさか。リーフェネットです。よろしくお願いします。奥義副司令。ブリタニアに捕らえられた友達を助けるためです。はい、ありがとうございます。ゼロからはブリタニア人であることを利用して
エリア11で工作員だと聞かされました。はい、ありがとうございます。他人の心配をしている場合じゃないと思いますよ、奥義副司令。くれれば何も心配することはありません。スザク君だ。今日は清張の仕事はいいの？ごめん。あの後ルルとは合流できたんだけど、あの騒動で携帯落としちゃって壊れて連絡ができなかったんだ。兄さん、ミレイ会長が呼んでるよ。
スザク君、ちょっといい？この前はごめんね。なんだか急に不安になって呼び出したりしちゃって。うん、そうだね。で、会長に無事帰ってきたことを伝えたら、生還記念パーティーをやろうって話になったんだ。でしょでしょ。でね、ナナちゃんも呼びたいんだけど。どうして？エリア11の総督だから。でも少しぐらいなら。どうしてナナちゃんに聞かずにスザク君が答えるの？私たちに会わせたくない理由があるの？ねえ、スザク君、ナナちゃんは自分から望んで総督になったの？ナナちゃんの望む生活って皇族での暮らし？私にはそう見えない。ナナちゃん、前みたいに笑っていないんだもの。ナナちゃんは普通の生活を望んでるんじゃないかな。
この前はごめんね。なんだか急に不安になって呼び出したりしちゃって。うん、そうだね。で、会長に無事帰ってきたことを伝えたら、生還記念パーティーをやろうって話になったんだ。でしょでしょ。でね、ナナちゃんも呼びたいんだけど。どうして？エリア11の総督だから。でも少しぐらいなら。どうしてナナちゃんに聞かずにスザク君が答えるの？私たちに会わせたくない理由があるの？ねえ、スザク君、ナナちゃんは自分から望んで総督になったの？ナナちゃんの望む生活って皇族での暮らし？私にはそう見えない。だってナナちゃん前みたいに笑っていないんだもの。ナナちゃんは普通の生活を望んでるんじゃないかな。
やらせないよ。その機体はもうダメだ。こっちに移って、シャーリーさん。ちょっと揺れるから、しっかり捕まってて。怖いなら目と耳を塞いでいて、すぐに終わらせるから。うん、これは私が知らないといけないことだから。ルルやロロがいる世界のことだから。ロロ、ここにいたのね。ちょっといい？何？さっきの戦いだけど、どうして私を助けてくれたの？それは兄さんのギアスに。嘘。ルルの命令は私に従うこと、私を守ることじゃない。だったら逆に聞くけど、どうしてシャーリーさんは僕に死ねと命令しないの？僕は兄さんをこの手で殺した。シャーリーさんは僕のことが憎くないの？憎かった。でも今はそうじゃない。ルルが死んだ時のことずっと考えてた。どうしてああなったんだろう。どうしていたらルルは死なずに済んだんだろう。ルルはどんなことを思っていたんだろうって。
の中で、どうしてルルはロロに私に従えとギアスをかけたのか気になったの。私をロロから守るためなら他の命令もあったのに。でもルルはそうしなかった。どうしてだかわかる？それはアンケージプロトコルを成功させるため、ナナリーを助けるためじゃ。それも理由の一つ。でも私はそれだけじゃないと思ったの。ルルはあなたにも生きてほしかった。平和になった世界で生きてほしいと思ったんじゃないかな。兄さんが、そんな。少なくとも私はそう思ってる。だから私はロロには死んでほしくない。シャーリーさん、僕もだ。僕もシャーリーさんに死んでほしくない。兄さんが命を懸けてまでかばったシャーリーさんが唯一残った、僕と兄さんとのつながりだから。そっか、私が生きていることがロロとルルのつながりなんだね。だったら何としてでも生きてアンケージプロトコルを成功させないとね。シャーリーさん、私も自分がやるべきことを決めたよ、ロロ。これからもよろしくね。はい。
はルルが残してくれたこのアンケージプロトコルを実行しただけです。本当に。でもここまで来れたのも C2 さんがサポートしてくれたから、本当にありがとう。時の私には覚悟がありませんでした。だからいろんな人に話を聞こうと思ったんです。話を聞いていろんな事情や思いを知って感じて考えて、それで答えを出そうと思ったんです。いつでもナナちゃんのことを考えてた。それに世界を平和にする方法も。そのために多くの人が傷つき命を落とすでしょう。その責任を負い、それでも進む覚悟を私は決めた。今こそルルの願いのためナナちゃんを取り戻す。だけはうまくならなくて。はい。ロロ、そちらの突入状況はどう？サヨコのチームが先行しているよ。僕たちも合流するから。了解。ナナちゃんを見つけたら指定の場所にお願い。分かってるよ、シャーリーさん。ジェレミアさん。
ちに船長に。やっと見つけたよ、ナナミ。僕はロロ。ナナミを安全な場所に連れて行くように言われているんだ。ナリーさん、ナナリーを保護したよ。予定通りポイントアルファ1に移動するね。ありがとうロロ。これで条件は全て揃った。Thank you.
ちも。ゼロの命令で無事にここに連れてくるよう言われているからね。私は許したわ。ええ、私がゼロよ。そうだよ、ナナちゃん。超合衆国の依頼によって日本を取り戻すためここに来た。ゼロとして。ルルはもういない。ルルは死んだの。私をかばって命を落とした。嘘なんかじゃない。これが嘘だったらどんなにいいか。でもルルはもういない。どんなに望んでもルルは戻ってこないの。ルルの果たせなかったことを果たすためだよ。ルルは私を守って命を落とした。
ったら、私にはその義務があるの。ルルが望んだのは、ナナちゃんやみんなが安心して暮らせる世界。私はそのためにゼロになる決心をした。ええ、だからナナちゃんとスザク君と話をしたい。力のない人たちでも安心して暮らせる世界を作るために。それがルルの願いであり、私の願いでもあるから。そこにいるのが観測者さん？ううん、あなたが何者かはわからない。でももう一人の私が知ってる。この物語を観測している人がいるってこと。あるよ。二派に分かれたブリタニア同士の内紛が起きたり、超黒の騎士団を結成したりね。でもあなたが観測する必要はないの。ええ、もう一人の私が私を認めてくれたから。ルルを失った私の存在を、心を、もう一人の私が認めてくれた。そうでしょ？もう一人の私。うん。やっぱり私は私だった。元気しか取り柄のない普通の女の子。そんな女の子がルルのいない世界でルルの代わりになろうと戦いの世界に飛び込んだ。優しくない世界に。怖かった。でも優しい世界にするためにあがいた。必死であがいたの。辛かった。だからこそ、私は、そんな私を認めたい。ねえ、観測者さん。私の物語は、あったかもしれない物語だけど、あってはならない物語。こうして、もう一人の私に認められて、意識が溶け合ってきたからわかる。私の物語は、言ってしまうと、外転であり、偽転。誰かが、本来の物語とすり替えるために作ったもの。気をつけてね。あ、あと、もう一人の私。何？ルルのこと、よろしくね。うん、任された。
ある。ねえ、まだ難しい話を続ける気？みんなが私の会期祝いをしてくれるって言ってるんだけど。もう、やっぱりルルはルルだね。周りが見えているようで意外と見えてないところ。そうそう、はいはい、分かったから早く行こう、ルル。